学校と聞いて思い出すのは嫌ないじめの思い出だ。忌まわしき場所である。とはいえ俺もこの世界では頑張ってきたし、いじめられない程度の力と社交性は身につけたつもりだ。あ、そうだ、学校といえばシルヒーはどうしているんだろうか。難民キャンプに生存報告はあったようだから生きてはいるんだろうけど、その後どうしているかという情報は入ってこない。どこかで元気に暮らしているんだろうか。心配だな。